どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日は、JAL が、ね、やっているキャンペーンについて紹介していきたいと思います。 JAL のキャンペーンなんですけども、貯まるのはマリオットボンボイポイントということで、ちょっとね面白いキャンペーンなんですけども、今回ねこちらを紹介していきたいと思います。ちなみにこちら JAL マイレージ会員、今現在の JAL マイレージ会員の方ですね、こういう方は必見となっております。でこの動画では2019年の6月10日より始まっている JAL のマリオットホテル滞在ポイントのキャンペーンについての解説です。キャンペーンの期間について、対象ホテル、JAL の飛行機に乗る必要はありません。JALキャンペーンをしていてもしていなくても、利用料金は、ね、同じということでやっていきたいと思います。キャンペーンの期間です。予約期間が、今年の6月10日から8月31日まで、滞在期間が6月10日から、12月31日までということで、お盆とかもね、今年の8月のお盆とかもね対象になっておりますので、滞在を分けられるということです。これは滞在ですので、何泊連泊しても一滞在とみなされてしまいますので、もしねたくさんポイントを狙っていきたいっていう場合は、ホテルをね変える必要があります。そこだけ気をつけてください。でも、お盆なども利用できますんでね、お盆、クリスマスとかも利用できますんで、そういう意味ではねいいんじゃないでしょうか。利用する繁忙期にもこのキャンペーン対象ですので、ぜひ積極的に狙ってみてはいかがでしょうか。で対象ホテルです。まあ、こちらはね、一時停止して見ていただくなり、公式サイトで見ていただけたらなとは思うんですけども、一応ねざーっと並べてみました。日本が、こういう感じになってまして、結構ほとんどのホテルが対象なんじゃないかなと思われます。でハワイですね、こちらもざーっと並べましたけども、こちらも、公式サイトか、一時停止してね見ていただけたらなと思います。こちら韓国とグアムです。で今回対象のホテルは、今の4つですねの場所となっておりますので、それ以外のホテルは対象外になってますので、そこも気をつけてください。JAL のキャンペーンなのに JAL に乗る必要はないということで、今回はこちら JAL の公式ページにね、キャンペーン載っているんですけども、特に JAL の飛行機に乗るっていうものではなくてですね、マリオットボンボイの会員、JAL マイレージクラブの会員の方が、対象ということで、まあ、両方の会員の方にね、対象のキャンペーンっていう感じですかね。で予約はですね、専用の公式サイトがありますので、そちらね、概要欄に貼っておきますので、そちらから、予約して、現地に滞在する場合に両方の会員カードを出すみたいな形になると思いますので、そういうふうにね、利用していただけたらなと思います。こちらはね、JAL の飛行機に乗って、マリオットホテルに泊まるというキャンペーンではないのでね、そこだけ履き違えないようにしてください。で、マリオットボンボン公式サイトの結果です。今回ね、予約コードというものを入れて、予約するんですけども、そのコードをね、入れても入れなくてもですね、料金は変わりませんということで、今こちら画像で出ているのはですね、モクシー東京錦糸町のホテルなんですけども、上が、予約コード、を入れた、宿泊機で、下がですね普通の、公式の何もコードを入れてない状態でのね予約となっておりまして、まあ、どちらもね15,200円で値段は変わりませんので、まあ、もらえないよりかはね、もらっといた方がいいんじゃないかなということで、まあ、利用する際はね、こちら、ぜひ利用して、2000ポイントね、プラスでもらえた方がいいかと思います。まあ、こちら、値段変わるかなと思ってたんですけども、しっかりしてますね。値段変わらないで、本当にポイントだけもらえるというキャンペーンですね。で、今回のまとめです。必ずしも飛行機に乗らなくてもいいということで、こちらはいいですよね。別に JAL のキャンペーンなのに、別に JAL の、飛行機に乗るというものではなく、ただ単に JAL の会員番号、マリオットの会員の方、保有している方に、おすすめのキャンペーンとなっております。そういう人が対象ということですね。
で8月末までに予約すれば最長で12月の利用も使えるということで、まあお盆ももちろん対象ですし、シルバーウィーク9月とかのそういう連休中も利用できると思いますし、クリスマス大晦日の利用もできますのでいいですよね。繁忙期で利用できる。そして1滞在で2000ポイントということなので、連泊はだ、いくら連泊しても2000ポイントしかもらえないのでね、滞在たくさんポイントが欲しい場合はホテルを分けてね、このホテルに1泊、このホテルに1泊みたいな感じで利用してください。で予約コードは、JY6 ということで、こちらをね予約コードの際に入れると、先ほどの画面みたいな感じでね、エアプレインボーナスみたいな感じでポイントがもらえるということで、で今回のマリオットボンボイのポイント2000ポイントなんだけども、まあ3ポイント1円ですので、マリオットボンボイポイントはまあ600円ちょっとぐらいなんですかね。そうですね、一応600円ちょっとぐらいなんですけども、まあマリオットボンボイのポイント自体は結構1ポイントがね3円とか5円とか結構、いいホテルを、繁忙期で予約するとそのぐらいの1ポイント数になりますので、2000ポイントでもですねもらえるものはぜひ狙って取得をお勧めしております。まあ、今回の動画ちょっと短いんですけども、今回はね JAL とマリオットボンボイのキャンペーンですね、まあ、一応 JAL のキャンペーンなんですけども、JAL の飛行機に乗らなくてもねマリオットボンボイのポイントがもらえるっていうとてもいいキャンペーンでしたので、今回紹介させていただきました。今回の動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。